バンク内はこれから4レースを迎えるところ。4着権利の一次予選競争4つ目のカードとなっていきます。ここも500バンク4周回で距離は2000メートルちょうどの争い。小島と久木原と藤田、自力タイプは3人乗っていますが、もしも接近するとすれば抑える形よりもかましが理想形かもしれません。車検の人気は中部勢が集めています。とにかく実績では勝る小島と湿地の折り返しのところ、ファンの人気が集中しています。あとは地元記念を迎える千葉コンビ、まずは藤田と飯田が初っ端として登場してきます。それでは対戦メンバーの9選手、改めて1番から順にご紹介します。まず1番が地元千葉の飯田達也、2番石川の小島啓司、3番が埼玉の久木原博士、4番愛知の篠原忍、5番が地元千葉の藤田大輔、6番山梨の高峰健二、7番岐阜の湿地敏夫、8番は静岡の丸山圭一、そして9番が東京佐藤真一。以上の9選手によって争われます。上位の人気は中部勢です。前世紀には500走路で何度も圧倒する走りを見せてきました2番の小島。支柱を集めての形は中部勢です。後方一発で第4レーススタートします。まずは何人かの選手が踏み出していきますが、6番の高峰が前段に上がっていきそうです。関東勢としては注文つけました外からのスタートだったんですが、6番の高峰 S を取っていって前に行きます。あとは7番湿地もここは注文をつけ気味か、久木原に並んできます。ただ前段としてはここは関東の結束、久木原、佐藤、高峰でこれから連携を取っていきます。あとは中段、小島と湿地の間に1番車の飯田が入り込みながら、難関勢中段に入りそうか。1番の飯田が4番手取り切って、これで藤田と丸山を待ちます。中部3人は2番の小島から7番の湿地、4番の篠原で、中部の3人が後ろで連携を取ります。夫人の方が概ね決まってきます。南関東の3社は中段での結束、3対3対3と3つに分かれてくる3分戦です。車検の人気は中部勢、そこに対抗人気の存在は関東ライン、3番久木原が前段から行っています。今回も守りに入らずに今まで通り攻める走りを貫きたいと前見日にコメントをしました3番の久木原。久木原マークは佐藤となります。8月小倉初日、久木原マークから1着を取った9番佐藤、その再現といきたいところ。6番高峰は関東3番手の一戦、後ろ5番の藤田は4番手から攻めています。この人にとっては初めて走る千葉記念、地元勢のいい流れを作ろうとする役割になります。その藤田のマークは1番車の飯田達也、8月川崎 G3 4日目以来飯田が藤田のマーク、あとは難関3番手が8番丸山、2番小島7番手から動いてきます。小島と湿地も6月富山記念の4日目にセットで確定馬に上がるという連携がありました。 1000m 通過で中間点過ぎます。最初後ろ攻めだった2番の小島、早めにアクションを起こして前段外側へ、これで関東勢久木原が引いてきます。5番の藤田の意欲はどうか、まず中段外側で関東勢と難関勢が今中段並ぶ状況、中部勢3人が前に行きますが、750を通過と同時に5番の藤田がまず小島を叩いていって一旦先頭へ、そして3番久木原は巻き返し頃、一旦小島7番手に引きそうです。ジャンの4コーナー前に戻って3番の久木原、ロングスパートの先行か、難関勢5番の藤田は落ち着いた立ち回りの中段狙いですが、2番の小島が飯田のインコースに来まして5番手現在並走、小島にとってはちょっと雲行きの怪しい流れ、藤田もちょっとここは内を締めつつ中段キープになりますが、1センターから2コーナー4番手から5番の藤田が仕掛けて現在3番手外の状態、中部3人7番手から9番手で小島後ろに置かれています。前は3番の久木原が突っ張り気味に先行、番手は9番佐藤が仕事を狙ってくる、5番の藤田は2番手絡んでいきまして、後の3番手は6番の高峰、飯田がちょっと踏み遅れる、2番車小島は後方7番手から猛追します。第4コーナーから直線コース、番手の9番佐藤が厳しく仕事をしまして、3番久木原が粘って飯田が突っ込んでゴール前、どうか、3番の久木原、1番の飯田、7番の湿地、3人の争い。
最後の直線ゴール前は横にどっと広がっていきましたが、久木原が粘りそうなところで飯田が内目、湿地が真ん中外から突っ込んでくる形になりました。混戦でしたゴール前、4レース残り半周リプレイは3番久木原が順調に逃げる形、佐藤がまくってきた5番の藤田に合わせながら、あとは小島が7番手から2センター外に持ち出して猛追の格好となっていました。最後直線は佐藤が番手で仕事をしたことで内が空いて、飯田突っ込むも久木原の粘り、ゴール前はどうか。3番久木原が懸命にどうやらギリギリ踏ん張り切った様子です。今日の初日は4レース初の逃げ切り勝ち、3番の久木原、これがお見事。あとは厳しいところから突っ込んだ地元の意地、飯田が2着、あとは7番の湿地、8番丸山外から来ていますが、ゴール通過体制、3番久木原と、あとは1番車、7番車がこの2人接戦状態。審判からの正式な決定まで今しばらくお待ちください。4レースをご覧いただきました。波乱ですね。そうですね、はい。まあ、久木原は逃げ切りなんですけども、地元勢はある程度こういった展開をね想定しての中段を取ってインを切って中段を取って、で小島7番手に置いて、で小島はもうちょっと7番手嫌って3番の内まで行ったんですけど、ね、はい、あ3番5番の内まで行ったんですけども、はい、藤田はそのまくった時にちょうど合わされた形でした ね、 そうですね。運び自体はもう藤田と飯田はもうある程度本当展開を考えていくつかの中で、そのなんていうかな、作戦を練ったっていうレースでしたけど、はい、放送です。決定。1着3番、2着1番、3着7番。4レース決定しました。1着3番、2着1番、3着7番です。払い戻し金の放送までしばらくお待ちください。千葉競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式13、5200円、枠番連勝単式31、9800円、茶番連勝複式13、6470円、茶番連勝単式31、1940円、三連勝複式13、7、1810円、三連勝単式31、7、8510円、ワイド13、1350円、37、580円、17、980円。以上でございます。4レース一次予選、1着3番久木原博士、2着1番飯田達也、3着7番湿地敏夫、払い戻し金2車単3番1番1940円、3連単3番1番7番85510円。その他の払い戻し金額はご覧の通りです。4レースを振り返ります。残り1周ですね、はい、ここで5番の藤田はもうあのセオリー通り、はい、地元勢はで小島が少し内に詰まる形でね、あの、はい、5番の藤田の内です。で ここが一つのポイントで、久木原の踏み出しにちょっと藤田合ってしまいましたね。あの久木原後ろがおそらく中段がもつれてるのを見てそこから踏み出したんで、はい、久木原本当ペースです。5番の藤田はちょっと合わされて、で2番の小島も7番手からの巻き返しなんですけども、はい、やはり久木原がいいペースでした。でここで3番と9番の内が空いたので、1番の飯田が突っ込んで、はい、シッチはね小島のスピードをもらって、はい、直線がもう横にね広がりましたから、はい、まあ、自分の踏みコースを突っ込んでの波乱ですね、はい、久木原は本当後ろの動きを見ながら冷静に仕掛けて、本当、ね、久木原のイメージはその S 級の方がバック数が多くてね、はい、平均の時はまくりが多かったんですけど、積極的なレースが、まあ、結果として今、出ましたね、いい結果になりましたね、はい、逃げ切りです。ご覧の結果になりました。4レースを振り返りました。では5レースです。一次予選、1番大分の小野俊之選手からご覧の9名で行われます。発走予定が12時35分、
電話投票締め切り12時32分です。9選手のデータをご覧いただきます。5番の阿部拓磨選手、得点上位の 105.04、 バック回数8回、逃げ3、まくり5、差しが2の決まり手です。3番松坂陽平選手は得点 101.48、 バック回数5回、逃げ1、まくり6、差しが2の決まり手です。9番山田陽平選手、得点 102.25、 まくり1、差し2の決まり手です。近況、バック回数、逃げ手の決まり手はありません。各選手のデータはご覧の通りです。美車丹ノッツです。現在1番人気は5番2番で 7.1 倍です。2番5番が 7.7 倍、3番7番 9.6 倍となっています。5番3番 15.3 倍です。3連単です。1番2番3番選手1着で見たところです。3番7番4番 31.1 倍、3番7番2番 35.5 倍、上位の人気です。4番5番6番選手からの3連単です。今3連単5番2番3番が1番人気で 21.9 倍となっています。5番2番9番は 29.5 倍です。7番8番9番選手1着で見た3連単のオッズはご覧の通りです。5レースも1次予選です。選手紹介 VTR で確認しましょう。はい、お願いいたします。5レースは3分戦です。はい、3番7番4番神奈川の松坂、神奈川の近藤、千葉の古川で南関東が3人。はい、916佐賀の山田、大分の小野、福岡の中園、佐賀大分福岡で九州が3人です。はい、5番2番8番、まず宮城の阿部、宮城の近藤で宮城の2人、8番の山口は栃木っていうか関東は1人なんですけども、まずはもうメンバー構成的に他の2つのラインが3人ずついて、はい、また5番の阿部が先行選手で、この9選8選手の中で一番得点も持ってるし、はい、まあ、むしろ本戦ですね、5番2番2番5番が人気になっているように、はい、そしたらまあそこもありますね。自然ですよね。いい位置がありましたね、はい、8番の山口高選手ですけど、山口はもうそこ、まあ、そこから当然それを進めて、はい、そのラインがね、あの視線というか人気じゃなければね、はい、今日の例えばあの2レース6番のオスカーは空いてる3番手はちょっと人気的に3番目でしたから、うん、このラインは人気ですから、はい、山口はそこもあります。はい、5レース1次予選、こちらも前見日に2人の選手にお話を伺っています。4番地元の古川隆之選手、そして5番宮城の人気になっています阿部拓磨選手のインタビューご覧ください。地元の古川隆之選手です。芝記念迎えるにあたってお気持ちいかがですか？まあ、初日から走るの初めてなんで、もう待ちに待ったって感じです。500バンクの千葉記念間に合いました？そうですね、あの自分の中では最初で最後の千葉記念なんでしっかり頑張ります。どんな調整してこられました？いや、ちょっと8月落車しちゃってからちょっと良くなかったんですけど、まあ、走りながらしっかり直してこれたと思うんで大丈夫だと思います。初日5レースどう戦います？そうですね、もう神奈川勢2人前いるんでしっかり食らいついて1次予選突破できるように頑張りたいです。4日間の意気込みをお願いします。1日でも確定版に乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。5レース5番宮城の阿部拓磨選手です。千葉のバンクの印象ってどうですか？そうですね、2回目なんですけど、500は結構得意なのでいいと思います。今回千葉500バンクでの記念は最後なんですがいかがです？そうですね、はい、最後なんでしっかりいいとこまで上がれるように頑張りたいと思います。どんな走りしたいですか？もうとにかく積極的に出だけです。はい、初日5レースのメンバーの印象はいかがですか？ちょっと強烈ですね。まあでも記念なんでやっぱりこんぐらいのメンバー最初に当たるっていうのはまあ想定内なんですけど、しっかり、勝ち上がれるように頑張りたいと思います。では応援してくださる皆様にメッセージをお願いします。はい、4日間しっかり力出し切るように頑張ります。応援よろしくお願いします。